トラックスキップ外し忘れてない？仕様です。SS まで1万点近くあるのに？仕様です。そう。ところでこの譜面、うろ覚えなんですもんね。自爆特攻了解。というわけで始まってしまいました。チキチキラブチャス SS 対空。プレイヤーのミスキーゆかりと、保護者の絆さんでお送りするよ。さて開幕は、なんか見覚えのある配置だな。さすが恐怖面、マスターの配置はジャブだと言わんばかりに、さらっと置かれているよ。まあマスターは AJ 済みだし、余裕、それは聞いてないよ。では譜面紹介を。ラブ&ジャスティス、今日星5。難易度をつけるとしたら、15プラス時々星24みたいな譜面ですね。DMS の運用が割とあるからね。皿なくなってたりするけど。皿まで再現されると、全部小粒になるからやめてください。非対称は困ります。アタック出ちゃった。ってスコア減りすぎじゃない？実は2354のオーツしかないから、1旗は約216点だね。それ許容やばくないですか？ SS 許容は、赤200でアタック42くらい。狭いのか広いのかわからないですね。なんだこれ。こすりこすり。あれ、こすれない。再現やめろって、できるわけないから、カニ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 。やっと落ち着いた。L。バカ野郎。文字惜しくな。収録分割は犯罪。絶対に巻き込むだろ。J。ああさて最初の発狂を抜けて残り3874点。いけそうですか？曲の流れ的に、発狂もう一回来るのは確定なので厳しい。まあさすがに一発でいけるなんて思ってないので。身の程をわきまえていてよろしい。それにしても、ここの感想を試しすぎるな。そこまで難しくないし。それは感覚麻痺する。あと SS 狙いなら AJ 通過前提っぽいけど大丈夫そう？それは、無理かな。とここで発狂再来、実質死刑宣告、これポテンシャルで見た。言うほど似てるか？きっと視聴者の方の首がもげるくらい頷いてますよ。ほんとかな。そんな特徴的な配置でもないし、ここは擦れない、ゆかりの面が。なんか譜面変わってない？左端がフリックになってる。まあどうせ擦れし、なにこれなにこれ。アタック判定あるの左側だけだよ。そうなのか、意外とちょろい。さっき抜けてたけどね。うるさい。というか譜面が落ち着いたし、勝ったのでは？ダメです。まあそりゃ、ラスト発狂はあるよね。マスターにもあったし。でも、アトラストだけって考えると、なんとかなりそう感がある。メイク2、何秒持つかな？無理ぽ。かなり残して戻ってきた。ワンチャンあるぞ。うわ、すごい勢いで減っていくね。え、これでも無理なの？なんか耐えてる、頼む。とりあえず発狂まで1やった。結局2箇所の発狂と最後ゲーだから頑張りたいところ。割といい感じ、擦りも噛み合え。よし取り残った。2回目の発狂。感想の妙に覚醒してて、1やたで済んだの大きい。5100。過去最高にうまい。こんだけ残ってれば、さすがになんとかなるよね。というかなってくれ。願望。まあでも、最後で5000点落とすようじゃ、さすがに厳しいか。前半はさすがにこれよりうまくできる気しない。ラス殺し、とにかく擦り。ただし固定4件っぽいとこだけ押す。なんかさっきまでより妙に上手くない？ほんとだ、全然アタック出てないじゃん。最後に勝つのは、やっぱり自力よね。めっちゃ擦りまくってたよね。ということで無事 SS 取れました。おめでとう。ところでどうしてこの曲を？前回動画で扱った、三つどもえ戦のサーバー内通話で、こんな提案があったので、特攻しました。譜面などの下調べとか、されてない？しない方が面白いかなって。じゃあもしかして、SS が7人しかいないのも。ご存知ないですね。私、相当無茶な粘着してたんですね。というか、前段トップじゃないですか。と、予想外の成果もあったりしながら、広告者紹介へ行きましょう。ボノスン様、ホニーム様、コンキツネ様、色白コバル様、ワカメ様、白金様、広告、ありがとうございました。では、今日はここら辺で。ご視聴、ありがとうございました。